東武野田線に新型車両8万系が導入決定。一部編成まさかの車両有料も。2024年4月16日、東武鉄道は東武野田線に関するプレスリリースが発表されました。その内容は野田線の新型車両8万系の概要についてで、その車体デザインはこちら。この車体デザインは個人的には神経性の8万型に似ていると思います。車内デザインはこんな感じで、ベビーカーや車椅子で乗車の方に便利な楽しいという車椅子スペースと、1人分の座席が設置されたスペースも設置されるようです。東武野田線では新型車両を導入しワンマン運転を行うことが決まっていましたが、その新型車両となります。現在東武野田線は全列車6両編成での運行となっていますが、この列車は5両編成で製造されます。これにはいくつか諸説がありますが、東武鉄道公式は従来電車の使用電気量を削減し、適正な列車本数を維持するためだそうです。今回の置き換えの対象は8000系や1万系のみで、従来の6万系は置き換えも転属もしません。そのため5両化、ワンマン化をするのですが、今回鉄道ファンが特に注目している6万系の余った1両はファンの予想通り、6万系18編成から8万系の25編成中18編成に1両ずつサステナビリティの観点から転用することにしたとのことです。そのため今回製造される6万系の製造数は25編成125両となります。今回の動画は東武野田線の新型車両8万系についてでした。チャンネル登録お願いします。